成20年阿蘇市成人式を挙行いたします。平成20年の阿蘇市成人式が1月13日日曜日に阿蘇体育館で行われました。この日、華やかな晴れ姿に身を包んだたくさんの出席者は、佐藤義興阿蘇市長や来賓の方々の祝辞に静かに耳を傾け、成人として社会の一員になった喜びと責任を改めて実感したようでした。本当に今日はおめでとうございました。本日私たち新成人はたくさんの方々に温かく見守られ、無事に成人式を迎えられることに心から感謝し、新たな決意と喜びを感じております。今日までの20年間は長いようで短く、あっという間でした。交通安全を自分自身の問題として捉え、交通ルールを守り、交通マナーの向上に努めます。ご来賓の皆様から温かい祝福と多くの花向けのお言葉をいただき、心からお礼を申し上げます。やってた。